はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアーを始めていきましょう。はい、今回は10位メンソーレ那覇戦です。前回浅草サンダーボルトに勝利することができました。本当に直前の試合終了直前のゴールだったんで、まさしく神が降ってるような感じでしたよね。で、今回は下位ということで、これはですね、もう強いチームとやるしかないでしょうというわけで、今の選手データです。まだまだ S が少ないですね。ちょっとサツキが怪我をしてしまいました。ご覧の通りまだまだ強さが足りないですよね。サツキが怪我か、とミッドフィルダーが不足し気味かな。こんな感じですかね。リオ、上げていきましょう。マナミとかあって。こんな感じですね。緑とくるみを入れ替えよう。2人いるのか、フォワード2人もいらない。カナをエリカと変えて、というわけで、メンソーレ那覇をやっていきたいと思います。メンソーレ那覇ってどういうチームだろう。うわ、すごいな、このフラスコっていうのがすごい強いチームなんだ。アルキメンデス、フランスコとか、物理的なチームですよね。ただ強い選手が結構限られてる印象はありますよね。そこで一昨年は5位だったのに、やるたび順位を落としてるという感じがします。前回クラウンカリバーズには真相ゲームの末、クラウンカリバーズ負けてるんですよね。大接戦だったんですが、その時をリベンジを果たしていければいいなと思っております。ほぼベストメンバーでやりたいと思います。やっていきたいと思います。緑くるみの2トップは健在です。疲れてる選手もいませんのでね。強いな。これで試合開始しましょう。ホームですが、クラウンカリバーズの方が勝率勝ってますね。相手のホームにもかかわらず、これはいい流れ。すごいな、なんか石造りのスタンド。首里城をイメージしてるんですかね。さあ、キックオフです。流れ、騙されないようにしないといけないですね。窓か取ったよ。さあ、見よ。センタリングを上げていく。くるみ。おっと。こぼれ球を拾うことはできなかった。
そうですね。さあ、ゴールキック感上げていきます。くるみが取りました。それをうまく7個にパース。さあ、これでコーナーキックを得ました。緑、センタリングだが、これはちょっと足りない。おっと、グモなんかピンボールのように入れていきましたよね。緑がセンタリング、幸子が上がって、彩香があって、最後はくるみが、なんか決めましたね。一応アシスト彩香、シュートくるみになってますが、うん、ピンボールです。さあ、これ、うまい、くるみ。くるみがちょっと働きすぎかな?まどか、まどか、チャンス!さあ、抜けたぞ!慎重に決めてもらいたい!あっと、ちょっと、どうしたんだ、まどか。ちょっと一人で決めようという意識が強すぎるか?さあ、まどか。さあ、今度は緑!あっと、キーパーが結構鉄壁だ。宮原、いいですよね。さあ逆にピンチになった。おっとこれは防いだがまだわからない。おーさあなんとか防いだっていう感じです。アーツインタリング危険だ。美穂がした高さでファールか。さあ向こう側に7個セザイセンタリングを上げる。これはちょっと遠かなかったがオフサイドか。さあ問題はスタミナ消えた。おっとリオが反応できない。1対1になってしまったがこれはシュートを決めることができなかったようです。さあここでフラスコがあの攻撃の起点になっている感じですよ。ヘイロー早い。あー入れ合えてしまった。ヘイローも要注意ですよね。これは左右にジグザグでやるからな。もうジグザグパスがうまいですね。さあ切り替えてまた、点を取っていきましょう。ミオナイス。さあ、緑に渡った。が、ちょっと不用意なシュートだった。さあ、ナーコ。クルミアが、オフサイドか。これで多分前半終了するでしょう。まだダメージは食らってないですね。ヘイローもいい選手ですよね。状況見てみましょう。ボールはたくさん取ってシュートもたくさん決めてますね。ただシュートが雑、そこは課題です。スタミナ持つようになったのはプラス要因ですよね。さあ、ボールを保持していきたい。あーっと、ノーホイッスルか。柿沼早い。さあ、くるみ。おっと、ちょっと邪魔されたが、ミオにつないで、7個。おっと、つなぐことはできない。さあ、さらに、まどかが。シュート決まった。まあ、再び勝ち越し。守備を抑えてたのが、誰だったかな?守備を抑えたのは功を奏しましたがね。お見事。さよが、まどかに、この選手、首、抑えてたのが良かったですよね。さて、もう確率に決めに行きましょうか?で、いいんだろうな。みゆきにチェンジです。
さあ、歩き面です。しかし、チャージが結構きついですよね。おっと、気をつけろ。ノーフィッスル、チャンス。入り組んで、相手のチャージがきついですよね。ファールだ。さあ、こちらも選手を変えたいと思います。学びを、どうしよう。7個をここに入れて、学びをこっちに変えて、あと一人、三木本をどっちと変えるかだよな。まあ、さよかな。これで、交代枠を使い切りました。が、交代は認められない。さあ、気をつけろ。3人いるぞ。と、立て直したい。うまい。さあ、ここで窓か。あーと、これ、フラスコに取られてしまった。さあ、速攻が怖い。気をつけろ。あーっと、夏希が対応して事なきを得ました。オフサイドです。さあ、ここは、交代が成立します。三京都から三尾へ。三京都フレッシュですからね。さあ、くるみに渡った。くるみ早い。ポストに。さあ、このロングパスは警戒しないといけない。フラスコがそこをボールを待っていた。警戒だ。あー、決められてしまった。同点だ。急に守備が動けなくなりましたよね。そこを魔物に飛び込まれてしまった。ここですよね。終盤の弱さ、もったいない。さあ、とまなみがシュートを打ったが、これはちょっと弱い。さあ、相手のちょっと、また、おっと、これはオフサイド。でも危ないですね、このプレーは。まあ、前線に攻撃したい、前線に出すぎなんですがね。試合終了ですね。2対2。ちょっとシュートがね、雑だったんですが、これは見事。押し込むっていう気持ちがすごい強くて、良かったですよね。おー、ボレー的な感じか。窓か。ちょっと遠いですよね。まあ、それ飛び込んでいかないとね。1対1になったんですが、これが高かった。その4分後、このジグザグの速さ。最後、ヘイローもすごい走って守備を超えて決めていきました。さあ、緑にパスを渡したんだが、緑は、もうちょっと走って近くに決めてほしかったが、ナーコ。パッとしなかったか。さあ、しかし、後半10分。チャンスは続く中、マドカが、チャンスをいかに作るかっていうのは大事ですよね。確実なチャンス、それも。さあ、ここからメンソーレが一気に焦って攻め出します。一気に前へ行くから。抜けられたら、はい、決まったんですけどね。くるみが、もうちょっと、で、守備、一人抜けしてもよかったかもね。さあ、ここで、守備が戻ってこれない。試合終了です。ボール支配率は 55% でなかなか良かったですね。
シュートもたくさん打ってました。さあ8位のままです。函館ペンタゴンとは7点差、勝ち点7差ですからね。2試合差を詰められてもまだまだ安全圏内です。佐世保ドックス1勝しかできてないですね。ゴール数見ていきましょう。くるみが10、あと1ポイント、いいアシスト選手がいるのがやっぱり強みですが、その辺がまだ無鉄砲なんかな。結構分散してますよね、アシスト選手は。もしくはもう自分で決めちゃうとか。はい、というわけで次回はキャピトル東京ですか、キャピタルか、これは強いです。まあ前回検討したんですが、一応ベストメンバーでやってみるかなっていうとこですね。それどこまでやれるか力を見ていきたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。